こんにちは、しおりです。今回は2024年5月22日に発売された宮本花凛2枚目のアルバムスパンコールが届いたんで、購入者特典の紹介と開封をしていきたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。今回のアルバムは店舗別の購入者特典として、初回生産限定版および通常版を購入した人には先着でオリジナル特典のプレゼントがありました。特典の内容はスタヤレコード、 HMV、 タワーレコード、新生堂、ワンダーグー、その他一般店対象店舗ではショップごとに異なるデザインのクリアファイル、 Amazon では購入した商品と同じ絵柄のメガジャケ、楽天ブックスでは本タブ、セブンネットではアクリルカラビナが特典になってました。まずアルバムからなんですけど、いつも通り通常版を購入しました。ジャケットはこんな感じでめっちゃ可愛い。裏面のデザインはこんな感じです。靴すごいの履いてたんやな。キラッキラのハートいっぱいついてる中身も見ていこうかな。すごい、 CD のデザインもピンク色で可愛い。歌詞カード、写真も入れてくれてるのが嬉しい。なんかやっぱり歌詞だけっていうより写真もあった方がいいよな。めっちゃ可愛い嬉しいですもう衣装すごいふわふわやんな。よかったよかった、じっくり歌詞も見ながら聞いていきたいなと思います。そして今回は Amazon で購入したんで、メガジャケを特典としてもらうことができました。今回のアルバムのジャケットがすごい可愛くて、飾っときたい、見せびらかしたいって思ってメガジャケを選んだんですけど、シンプルなフレームに自分で色つけたりデコったりしたいなって考えてるんで、飾るのはまだちょっと先になると思います。最近は工作系が全然できてなくて、スマホケースを作ったり収納ファイルをデコったり、作りたいもんめっちゃ溜まってるんで、なんとかして紹介していきます今回のアルバムは13曲収録されてて、1曲目のポラリスコンパスはコピンク時代の制作陣が再集結したということで、私はジュースジュースが結成した時からのオタクなんで、コピンク時代はあまり詳しくないんですけど、ミュージックビデオを見てピンクと紫が混ざり合った感じがすごく綺麗やったし、宮本花凛が曲になるとこんな感じなんよなっていうような雰囲気やったり、歌声もクリアですごくキラキラしてるなって思いました。去年2023年11月8日に発売された3枚目のシングル、バンビーナバンビーノ、ロンリーバスの2曲と、アディショナルトラックであるソリストダンス、バッド、パラレルハート、ビューティフルソングの4曲も収録されてます。私はこの時通常版 D を購入したんで、バッド以外の曲もしっかり聴けるのが嬉しいし、ソリストダンスはライブ映像がかりんちゃんの YouTube チャンネルで公開されてて、映像待ってますって言ってたから、それもすごく嬉しいんですよね。アンフェアな事情はアルバムより先に公式のライブ映像を見たんですけど、めっちゃ好きです。キラキラしたザ・アイドルなかりんちゃんももちろん好きやけど、ちょっと悪めなっていうか強めなかりんちゃんが個人的にすごく好きで、ドラムの音も心地いいなって思いました。アンフェアな事情からのバッドが私的に最高に痺れる曲順となっていますレインステーションとラブグラビティはまだ聴けてないんですけど、これから聴くのが楽しみやし、シンデレラコンプレックスも本家の CD を持ってるくらい好きな曲なんで、かりんちゃんのソロバージョンもテンションが上がりますね。ヴァンパイアは作詞作曲がデコニーナさんのボカロ楽曲のカバーということで、デコニーナさんといえば二足歩行、妄想勢、モザイクロール、曖昧エレジーあたりをめちゃくちゃ聴いてた世代やったんで、歓喜ですよね。ただただ歓喜してました他のボカロ楽曲もどんどんカバーしていってほしいです。で、愛し合わなきゃもったいないは Mlive Music のナンバー144でライブ映像が公開されてるんですけど、昭和歌謡っぽい雰囲気もあるし、かりんちゃんが考えた振り付けっていうこともあって、かりんちゃんらしさがすごく感じられるなと思いました。はい、ということで宮本花凛セカンドアルバムスパンコールの開封でした。前回のアルバムの時も話したんですけど、少女 K は今回も入らずでしたね。音源を手に入れるにはセカンドシングルの初回生産限定版スペシャルを買うしかないんかな。まあ諦めず次回のアルバムに収録されることを願いましょうまた次もじらされるかもやけど、フレームは絶対に作る、そして飾る。概要欄に収録曲の一覧とミュージックビデオやおすすめ動画のリンクを貼り付けてるんで、よかったら見てみてください。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画もお楽しみに。バイバイ。